それでは講演に入らせていただきます。最初にお話しいただきますテーマはここまで来たがんゲノム。講演いただきますのはもうこのキャンサーフォーラムでもおなじみですね、近畿大学医学部腫瘍内科教授の中川和彦先生です。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、先生のプロフィールにつきましては皆さんお配りしていますプログラムに載ってございますので、どうぞそちらをご参照ください。今年は先生手持ちマイクではなくてヘッドレストのちょっとかっこいい感じ で、ね、スティーブ・ジョブズみたいになってますけど初めてです。ではこの後よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。近畿大学腫瘍内科の中川です。私の役割はゲノム医療ここまで来たということを総論を説明するということであります。ゲノム医療って今今年から始まったって言われるんですけど、そんなことはなくてですね、ゲノム医療はもうずっと私たちがよく効く薬治療を開発するためにずっとやってきたことであるというふうに思います。よく効くがん治療っていうのは何かというと、一番大事なのは正常細胞とがん細胞をどうやって見分けるかということなんですね。これが一番大事で、このなぜ難しいかというと、がん細胞というのは正常細胞からがん細胞に変わる。もともとは私たちの私たち自分自身の細胞だということです。だから細菌バクテリアが、感染症とかありますね、その時にとってもよく効くのはなぜか、それは私たちの体の中にもともとあるものじゃないからですよね。外から入ってきたものは見分けやすいけど、もともと自分の体であるがん細胞は見分けにくいということです。で、次にそれが腫瘍効果として強さが必要されますし、最終的にはこの見分ける力が失われない、耐性にならないということが大事だということになります。さて、私は肺がんを専門にしてきたので、どういうふうにゲノム医療が進んできたかということを具体的な形で非小細胞肺がんを例にとって見てみたいと思います。2000年、21世紀に私たちが突入したとき、21世紀って言ったらもうつい最近のことですよね。だけれどもその時私たちが非小細胞肺がんで持っていた治療方法はプラチナ併用療法というものだけでした。これ一つだけでですね、プラチナ併用療法というのは何かというと、これはシスプラチンなんですけど、白金製剤、それからこれはアリブタというお薬ですけれども、それともう一つの第3世代の抗がん剤、90年代以降に開発された殺細胞性の抗がん剤を2つ合わせて使いましょう。これは今の固形がんの大体の固形がんの基本的な治療方法になっています。で、これがはなんでがん細胞と正常細胞を見分けていたかというと、それは増殖のスピードです。主に増殖のスピード、これでがん細胞により効く薬治療方法というふうなことを着目していた。ちょっと原始的ですよね。ゲノム医療とはだいぶ違いますね。で、その結果としてどうだったかというと、先ほども言ったように一般的な抗菌薬なんかだと、投与量をずっと増やしていくと、この生体の反応というのは治療の効果であれば効果ですけれども、副作用というふうなことも2つの両面があります。で、抗菌剤だとこの両者自分たちの体とバクテリアとを見分ける力が非常に強いので、効果だけが現れて副作用の現れない投与量というのを設定することが可能です。だからるんですね。
しかしこのプラチナ併用療法、殺細胞性の抗がん剤というのは、この見分け方が非常に原始的で、増殖のスピードなものですから、例えば骨髄だとか白血球だとか、そういう活発に増殖して、皮膚であるとか、それから髪の毛であるとか、そういう私たちの体の中にも増殖のスピードが速いというわけですけれども、そういう副作用が非常に早い段階から出てしまう。したがってこの治療する投与設定というのが非常に難しい。効果のあるがん治療をこれでやろうとすると、副作用も甘んじて覚悟しなければならない、治療成績が上がらないということになってしまっていたわけです。でそれでこの一番最初の21世紀プラチナ併用療法だけを非小細胞肺がんに使っていた、その時の、まあ、半分の人がお亡くなりになるまでの時間というのは10ヶ月ぐらいしかなかったということなんです。さてそういうことではダメだから、どんなふうに私たちは世界中のがんの研究者はやってきたかというと、がん細胞の特徴というのは何だろうかということを一生懸命研究してきた。その中にはこの間の、ノーベル賞を受けられた本庄先生が見つけられているような免疫監視機構から逃れていますよという、そういうものも含まれるわけです。で一番先にこの活用されたのは増殖、がん細胞というのは増殖スピードが速い、増殖のシグナルというのが、まあ、一部分分かっていて、これが恒常的に更新した状態になっているというのが一つの特徴だ。だから免疫から逃れられる、いや増殖を抑制するようなものから、そういうシグナルからも逃避しているとか、まあ、いろんなものが研究されてきたわけです。でこれらは大事なことは、遺伝子によって調節されているということです。ゲノム医療、今私たちがこの新しい最新の治療として活用しているものはこういうがんの特性なんですけれども、それらはゲノムによって調整されているということです。だからゲノムを調べるとこういったがんの特徴が分かる、それぞれによって特徴が違う。そうするとどういうふうな、こういう一つ一つのものからどんなお薬が出てきたか、この十数年の間に、活用されているがんの特性というのはこういったもの、今5つぐらいの分野がもうお薬に実際になっている。いいですか。それぞれの特性を形作っている遺伝子があるということなんですよ。でこれを調べると、あなたのがんはどんな特徴のがんかということが分かって、どのお薬が適合するかということが分かりますよということなんですね。肺がん、非小細胞肺がんに適用されているのは3つです。増殖シグナルの増強、それから免疫監視機構からの逃避、ですからこのオブチーボとかキートルーダーとか PD-1 抗体、CTLA-4 の抗体、そういったものが適用にもうすでになっています。血管新生阻害剤も適用になっています。でこれらを適用することになった今、どのようになっているかというと、21世紀入った時にはプラチナ併用療法だけだった治療方法が今はこのようになります。よろしいですか。非小細胞肺がんというふうに診断されると、まずは遺伝子スクリーニングをやります。これがゲノム医療ですよ。いいですか。すでに肺がんの治療にはもうすでに応用されているということですね。ですか。遺伝子スクリーニングをやります。そうすると遺伝子スクリーニング、一番最初 のところに増殖、がんの増殖スピードを調整する、恒常的に、機能が更新しているといったところの遺伝子異常が今のところはここに応用されているわけですけれども、EGFR とか ARC、ROS1、RET、BRAF、そういうところに遺伝子異常、ゲノムの異常があるというふうになりますと、それぞれに適合した分子標的薬をまず使いましょうというふうに現在はなっています。そうでない場合、
はどうなるかというと、 PDL-1 というのは免疫が免疫療法、免疫チェックポイント阻害剤が効くかどうかということを見分ける一つの方法ですけれども、 PDL-1 の発現が高い人と低い人に分けて、高い人では初めから、免疫チェックポイント阻害剤を使いましょう、そうでない場合には後から使いましょうというふうに、今はなっています。大きな大体4つに分けられます。 EGFR 肺がん、ALK 肺がん、 PDL-1 高発現の肺がん、低発現の肺がん、これが4つの主なものです。それぞれに対して適切な治療方法が行われると、先ほど10ヶ月と言っていたものが EGFR 肺がんでは現在35ヶ月ぐらいまで伸び、半分の方が亡くなられるまでの期間ですけど、ALK肺がんはもう50ヶ月になって、ひょっとしたら半分ぐらいの人は治っているかもしれない。から PDL-1 の 高発現の人では35ヶ月というふうなことをして、総じてみると今目下得られているデータを、これはチャンピオンデータを組み合わせているので必ずしもそうであるかは分かりませんけれども、30ヶ月ぐらい、つまり3倍ぐらいにこの18年間で伸びてきているということです。しかしさらにですね、それぞれのところで有力な、もうすぐ治療方法が変わる新しい治療方法に、もう例えば今年中にも変わろうとしています。でそうするとこれはもっと伸びるということに、それは確実視されているんです。さらに新しい治療方法というの、遺伝子異常というのがまた加わってきています。でそれに対する新しい治療方法というのがいっぱい出てきているというふうなことなんですね。それでこれが肺がんに適用されている今3つのものでした。実際もう日常診療で組み合わされています。だけど他のがんで有効なものが肺がんにもあったら、それを適用したらいいじゃないかと思いますよね。それで全部の今薬のになっているようなものがを、とりあえず全部調べようじゃないかというふうに考えれば、そしたらそれが分かったら治療方針が幅が広がっていきますよね、というのが今無医療というふうに言われていることです。近畿大学でも次世代シークエンサーを用いてたくさんの遺伝子の異常を一度に測るように今なりました。で拠点病院とか、これからたくさん話がありますけれども、そういう日本全国の施設を巻き込んで、そういう活動を盛んにしようと。今始まったのはですね、この遺伝ゲノム医療の中のほんの触りのところで、遺伝子の異常、DNA の異常を見つけましょう。一緒にパッと調べましょう。でしかも全部遺伝子を読むと時間がかかるので、お金もかかるので、限られた遺伝子だけのパネル検査をやりましょうというふうなところが今始まったところです。いいですか。本当はですね、それだけではなくて、将来的には遺伝子の発現、つまり RNA の発現であるとかタンパクの発現といったいろんなパターンを認識することが必ずできるようになって、それらがもおそらく遺伝子治療として用いられていく、発展していくだろうというふうに思います。あと続く人たちはこの詳しい具体的な今の内容をお話になるということでありまして、前座の役割をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。